今回の雑学はこちら、アイデアをひらめきやすくする方法とは、はい、就寝前と起床直後は脳がリラックスしていて、なおかつ想像力、集中力、判断力が一番発揮できる時なんです。この時に想像してアイデアを考えるとひらめきを得られることが比較的容易と。ポイントがあって、目覚まし時計で起きるのではなくて自然に目覚めるのがいいと。目覚ましなので目覚めるとアルファ波が発生しなくなるため、そういうことです。夜更かしをせずに脳をリラックスできる状態を常に作っておくことが大事ということです。